こんにちは。ラグビープロコーチ、アイケノと申します。今日はですね、本当はストレッチの方をやりたかったんですけど、ちょっと回数飛ばしてですね、ラグビーと呼吸についてやりたいと思います。呼吸って何かっていうとですね、よくパフォーマンスあるんだけど、息が続かなかったりとかですね。あと、すごい疲れてる後半に、相手が来ても体が反応できなかったりとかですね、することがあると思うんですけど、それの主な原因は呼吸です。息が足りないんで、その息が足りない分だけ体の動きが遅くなる、動けなくなるっていうふうな形になりますんで、いかにこう息をうまく使うか。で、まあ、なんか息ってね、普通にやってるんで、特に意識されたことはないと思うんですが、例えば、こう走って、まあ、グラウンド周りやって10周ぐらいやるともう息がハッハッハッってなってて、場合によったらこういう感じでもう膝に手当てるか、またはそのバタッといくような感じになると思うんですけど、そうやってですね、まあ疲れた状態でも、そこからリカバルというのは立ち戻ることができるんで、そのやり方ですね、少しずつやっていきたいと思います。まずね、こう普通に平行で足立ててですね、普通に立ってて、肩幅ぐらいにちょっと足開いて、で、その位置から、とですね、こう、で、息、吸ってですね、で、で、吐いてみてください。で、吸うときにね、こう前にちょっと手をやってたものから、で、この手がどこまで行くか。体の横になってるのか、体の後ろまで来てるのか、体のもっと後ろまで来てるのか。で、体のこれ、後ろの方に行けば行くだけ息が深く吸えてます。で、これが、この辺りで止まってると息全然吸えてません。なので、最初に、少しね、前の方でこうクロスさせてもいいんですけど、こっから、でやってみてください。まずクロスさせたとこから息を吸って、でどこまで後ろに見てがいくか、でっていう風にねやると、その呼吸の幅がですね、でこれ横から見るとですね、こうなってる状態から、でここ膨らんでるの分かります？でここに息を手溜めていきます。で溜まったやつを今度はで息吐いてます。なので、胸で吸うよりもお腹、腹式呼吸の方ですね、これを意識してやってみてください。で、ちょっとねこれもちょっとしんどいなっていう人は、この辺りに、まあ、例えばベルトがあったりね、またはラグビーパンツだったらここに手入ると思うんで、こうやってちょっと手入れて、こういう形にして、この形から息を吐きます。でその時にちょっと押す感じですね。で吐いたら、手吸います。なんでこれも横から見ると、で、状態ね、こうやって動かさないで、まずは、やってみてください。で、これできるようになってですね、ある程度息をお腹で吸えるようになったなと思ったら、今度は、これをこう持った状態でですね、肩幅開いた足の状態で、少し体前にして、そこから息を吸っていきます。で、ちょっとね、後ろの方へ吸ったら今度は息を吐きます。まあこれもですね、一応10回ぐらいちょっとまずできるような形にしてください。で、これ横で見るとですね、こんな感じですね。で、ここから息を吸っていきます。で、基本ね、どっちからでもいいんですけど、鼻で吸うか口で吸うか両方で吸うかなんですが、まず鼻で吸う練習をして、次口で吸う練習で、できれば両方できればもうベストはベストなんですけど、そこは目指さなくていいです。基本的にはまず鼻で吸う、次は口で吸う。だから口で吸う場合、今の例えばまず息吐きながら、
ていう形でね、何回か繰り返す。ちょっとね、喉乾いちゃうんでね、なるべく鼻でやった方が、喉の渇きっていうのは少なくなるんで、なるべく鼻使ってやって、口でやるやつはね、どちらかというと後半の最後の方ですね。後半の最後ので息やるときに、口を使って、はっとかね、で吸って、吸ったり吐いたりで、もう、最後に、エネルギー、要は人間にとって呼吸ってエネルギーで、呼吸が体中に行き渡れば行き渡るだけ、その分だけ、体が元気になる。っていう仕組みを持ってるんで、だから息が上がるって、こう、はっはっはっってもう息ないでしょ。で、息がないってどういうことかって逆にひっくり返して言うと、息があれば動けるってことなんですよ。なので、息を、呼吸をまず大切にして、息をあと一歩入れれるようにすれば、その分だけ動けるんで、その分パフォーマンスが上がってきます。で、パフォーマンス上がるってことは、もういつもだったら動きが取れない後半の最後の方で、抜かれそうになった時も、はっっていくことができるっていう形になります。なのでね、そうやると相手もびっくりしますよね。あれ、あいつら動けなかったはずなのに、なんで今年は動けるんだみたいなね。そのためには、その呼吸をうまく使っていくっていうやり方が必要になります。でですね、呼吸をやるためには、あくまでも、その胸ですってやるやつよりも、ここでね、お腹ですって、ここを膨らまして吸った方がですね、胸の量よりも、お腹の方の量の方が、こう、大きいのは分かりますよね。なので、なるべくここで、で、あとここだとね、吸ったやつすぐ出るのも早いんですけど、こっちの方が少し保てるんで、なるべくここを意識して、実際ただね、空気入っていくっていうのは、この肺に入っていくんで、お腹に入るわけじゃないんでね、ここ膨らますっていうのは、あくまでも、その、キャパを増やすための、儀式みたいなもんで、で、ここでこうやってると、ここの、肺もその分だけ膨らみが、取れる。ただここ膨らんでない状態でやるとここも膨らんでないんで、要はね、ここ膨らむってことはここ見といてもらうと分かるんですけど、で膨らむのと同時にここも少し上がっていくでしょ。で上がっていく分だけ肺のその許容量が少し広がっていく形になるんで、なのでだから最初ね、これこうやったのもここでこうやることによってここの肺の許容量を広げてる状態です。なので、あくまでも肺の許容量を広げてあげて、そこからこうやっていく形ですね。で、人間の体の中に、その心臓がこう、酸素を送り出してるんで、基本的には、その、酸素を送り出すための、その心臓の動きも活発にする。そのためにも、こうやってあげて、こうやってあげると、ここ動く、ここ動く、ここ動くんで、ここ全体、つまり、体のね、中心部分が、全体的に動く状態になって、またこう、っていう形ですね。っていうふうな形で、まず手でやってあげて、で、またはこれでやって、ここのお腹が広がるのをイメージしてあげて。で、あとはこうやって、息を吐いて、吸って、で、吐いて、吸って、っていう形ですね。で、吐くときにね、もうちょっとこう、自分に力を入れるために、その気合い入れじゃないですけど、声出しながらとかですね。例えば、よっしゃーみたいなね。で、こうやって吸ってですね、元気出しましょうみたいな、そういうふうな形でやるとですね、練習中、特に声出しとかがあった場合、先輩からね、声出してあげて、で、下級生引っ張っていく、または下級生が、声出してあげて、先輩にそのパワーあげるっていう風な形でですね、で、声出す場合はっていう、ただ一応、なるべくこう周りに人がいない状態で、あくまでも自分自身の練習なんだね、自分一人でこうやってやっていくといいと思います。で、何か集まってやってもいいんですけど、なるべくね、自分自身のその肺活量を増やすんで、で、そういった形で一人でこう練習を日々やってきた方が、周りがね、気遣いのうちに一人でぐんぐんパフォーマンス伸びていくんでね、面白くなると思います。で、一応腹筋とかもね、多少は絡んでいきますんで、プランクやったりとかですね、あと腹筋やったりとかっていう、そういう基礎トレーニング、あとはですね、ストレッチとかやる前にですね、あくまでも、一通りのね、
プッシュアップやってる人はプッシュアップで、まあ背筋やる人は背筋とかっていうね、そういったやつを一通りやってからですね、まあそれから、そういった息のやつをやって、でストレッチやってっていうふうな形でやっていくと、かなりこうパフォーマンスの上がる順序がついてくるんで、ストレッチ前もよく言ってるんですけど、ストレッチっていうのはあくまでも伸ばすので、常にストレッチは基本練習の一番最後、もうそれ以上その何も練習しないっていう時にやらないと、伸びちゃってるんで、筋が伸びてるのと同じなんで、で伸びてる状態で何かハードなアタックとかやってしまうと、怪我が出てくる可能性が高くなるんで、あくまでも怪我人増やさないためには一番最後にストレッチ、絶対やっちゃいけないのが一番最初のストレッチ、それも30分とかかけてやるとですね、完璧にもう筋伸びてるんで、かなり危険です。十字靭帯やっちゃったりとかっていうのも、ストレッチを前にそのやればやるだけ伸びてますから、で伸びてる状態で例えば絡んだりするとその十字靭帯やっちゃう可能性が高いんで、なので基本的にはですね、ストレッチは一番最後なので、最初はもう軽くこう手首足首とかですね、首肩軽く回してとかで、首回すのもね、今ここポンプありますよね。でポンプあるんで、これ後ろのにグッてやると危険なんで、なので首回す時もこの横のあたりですね、こっちが左見て、でこうぐるっと回って右見るぐらいのね、それぐらいの幅で止めとかないと、あくまでも危険だというふうな形で今どんどん変わってるんで、なのであくまでも、ラグビーっていうのは危険なスポーツではありながら、その危険の度合いをいかに小さくしていくか、でその中でどんなに最高なパフォーマンスを出せるかっていうところですね。なので効率的にそこはやっていった方がいいと思います。でですね、呼吸に戻りますけど、今みたいな形でまず基本的なその呼吸のやつをやってからですね、で、あとラグビーってこう体曲げたりしてる時も、例えばこうラックとかモールとかでやってる時もそのパフォーマンス上げていかなきゃならないんで、でそういった時も呼吸を普通にできるように、例えば、四つん這いの姿勢をとってですね、で四つん這いの姿勢をとった状態で呼吸の訓練をします。吐いて吸って吐いて吸ってっていう形ですね。でラグビーの場合ってテンポがあるんで、でチームによって何拍子か、またはそのプレーによって何拍子かって変わりますよね。例えば1、2って2秒ぐらいの、まあ2拍子ぐらいのそのパフォーマンスでやるときは、息も吸って吐いて吸って吐いてでいいですけど、それが4拍子になると吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いてっていう形で4拍子やらなきゃならないし、でそれが例えばもう16ビートぐらいですね、ダダ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 って状態だと、息をどっかで飛ばす、つまりちょっと息止めといて、でその吸って止めて吐いてっていう形で持っていかないとですね、リズム感が合わない場合もあるんで、それは各個人によってリズム感が違うんで、でそのリズム感に合わせた呼吸をやっていかないと、リズム感とずれた呼吸をやった場合結構苦しく感じるんで、そうするとパフォーマンスが落ちます。で、あれいつもならできるプレーがなんでできないんだろうっていう時は、だいたい息が上がってる状態なので、例えばその息を、上がってる状態をそのなんとかやるためには、1、2の呼吸、1、2、3、4の呼吸、1、2、3、4、5、6、7、8の呼吸、1、2、3、4、5、6、4、8、9、10、11、12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 、
で、それができれば、要は呼吸の幅が広がってるんで、そうすると、どんなにダッシュやっても、そんなに苦しくない状態になります。で、ダッシュやって苦しい状態っていうのは、例えば16ビートのスピードでやってるのに、呼吸が結局2拍とか4拍で、4拍子とかね、2拍子とかの呼吸をやってると、その分だけ息を止める時間が長くなるんで、苦しくなります。で、息止める時間が長ければ長いほど酸素いかなくなっちゃうんで、要は酸素吸ってないんで、ガソリンない状態でガス欠になっていく状態ですよね。なので、体が動かなくなっちゃうんで。なので、そうやって呼吸をしながらプレーができるようにしていくということですね。あと、例えば、街のバックスなんかでも、フォワードでも街の時間ありますよね。例えば、ラインアウト入るまでの街の時間、または、いろんな、ポイントからの出るときにバックスが待ってるときの待ちの時間ですね。で、その中で呼吸を整えていく。それと、その出るタイミングとかありますよね。出たとかですね。で、そのときにこの状態から、例えばバックスだったら、こうやって立ってる状態から息をハッて吐いて前へ行く。で、フォワードだったら息をハッて吐いて、そのラインアウトの流れに行くとかね。あとは、スクラム組むときに、フォワードが、はっって吐いて、組むとかね。っていうふうな形で、息を、はっって吐くのが必要になるんで、で、この、はっって吐くやつの訓練もやっとかないとできないです。で、特にね、一番しんどいのって、吐いて、息止めるとしんどいですよね。なので、はっって吐いたときに、ついでに息吸っちゃうんですね。よく水泳でクロールありますよね。クロールの息継ぎって、水飲む人って、水は多少飲むんですけど、息を吸うんですよ。こうやった時に。はっって。で、はっってやると、この時に水がガバッと入ってきて、うえってなっちゃうんで、そうじゃなくて、こうやった時に息を吐く。はっ。で、吐いて吸ってるんですよ、実は。なので、吐くことによって、きちんと吸わなきゃならないんで、なので、さっきの、例えば、フォワードが組むときも、はっで、はっで、ここで吸ってるんですね。だから、こうやって、組むときに、はっで、吸った状態で、こらえてるんです。で、ゆっくりゆっくり、息を吐いてる状態。なので、苦しくない。ですけど、これ、本当に吐くだけだと、はっで、あと押されてるでしょ。だんだん苦しくなるわけですよ。で、うわー苦しいよーってなるのは、息吐きっぱなしだからです。だから一番ね、水泳のクロールを、息継ぎの練習やってると、パッだから、パッって、パッって吸ってるわけですね。それと同じように、ハッって吸うわけですね。ハッ。なので、これで、かなり、パフォーマンス変わってきます。ですから、フォワードとかですね、スクラム組むときに、組みます。はっで、はっで、必ず吸わないとならない。はっはっで、これやるときに、要は、息を、はっで、最初はね、はっで、少し体を動かすような形にして、これを体を動かさないように、で、角度を変えながら、それができるように練習するんです。そうするとですね、ってできるようになるんで、そしたら組んでも全然苦しくない呼吸になります。なのでですね、原因がね、意外と呼吸ってね、どこのチームも練習しないですよ。なので、練習したチーム勝ちです。で、練習した人勝ちです。呼吸なんか関係ないや、絶対できるよって人は大体浅いです。息がすごく少しか入ってなくて少ししか出さないんで、で、その分だけ、例えば相手が脇抜くときに届かないです。なんだけど、息をきちんと吐いて吸ってやれる人は、その分だけ飛び込めるんで、その分だけリーチが長くなるんで、抜けません。だから、パフォーマンスのいいチームっていうのは、基本的に呼吸の仕方が自然とついてます。で、なんで、彼らは自然とそれがつくかったら、ウェイトやったりとかですね、
鍛えて、で、体の、中、もう作っちゃってるんですね。で、息の、吐き方とか吸い方も、要は、ウエイトやるときに、息、吸って、吐いてって、もう、吐いたら吸う、吸ったら吐くっていう癖が、動きとともについてるんですよ。なので、しっかりと練習してるチームは、結構それを練習しなくてもできるようになってます。ただ、変化ができないんですよ。変化って何かって言ったら、さっきの1、2から16ビートでの変化とかっていうのは練習しないとできないんで、そうすると息がそこで上がってしまったりするんで、ですから、例えばそのパフォーマンスのいいチーム、例えば明治とか早稲田とか、そういったチームでも、ダッシュして、で、息、はっはっはってなってるところって結構あると思いますよね。で、それは、あくまでも、リズムの変えを練習してない、呼吸のリズムの変えを練習すれば、そこの、はっぐらいで、あとはもう普通に、っていう風な形で起こすことができるんですけど、あと、こうやって、肘のとこに手ついて、こうやってやるっていうのも一つの手なんですけど、なるべくね、よくワールドカップとか、外国のチーム見ると、頭の上にこう手を上げてますよね。で、手を上げて、こうやって休んでる方が、パフォーマンス落ちにくいです。要はね、こうやってるとなんかね、姿勢高くなるような錯覚に通られると思うんですけど、こうやってると全身伸びてるんで、呼吸が行き渡ってるんですよ。で、逆にこうやってると、なんか休んでるように見えて、実は、ここ、抑えられてるんで、呼吸が浅くなるんですね。で、呼吸が浅くなると、回復遅れるんですよ。なので、回復させるためには、この状態がベストです。で、この状態で、頭の上にこうやって手を置いた状態で、で、こう、息を吸って吐いて、吸って吐いてってやるのがベストです。あと、空手技なんかでね、ここでこうやって持ってきて、吸って吸いながら、吐いて、で、吸いながら、吐いて、吸っていく。で、吸いながら、吐いて、吸うっていうね。で、これね、意外と効きますよ。結構、グランド周り10周ぐらいやって、で、これ5、6回やってると、割とこう、パフォーマンス戻ってくるんで、なので、逆に試合中なんかだったらね、これやってると、すごく呼吸が楽になります。なので、こう手を前にちょっと軽くやって、別にこれ手の角度とか全然気にしないで、こうクロスさせて、で、鼻で吸って、で、口で吐いて、で、鼻で吸うとですね、落ち着きます、かなり。っていうふうなやり方もあるんで、で、そういったものをうまく組み合わせるとですね、で、その分だけ、パフォーマンスが上がっていくということになります。なので、呼吸は常に動きに合わせて練習すると。で、今だとね、こうやって前に行く形っていうふうな形に思えると思うんですけど、これ横でも今と同じように、はーって吐けばいけるんで、で、はーって言って、はってやった時に掴む形ですね。そうすると、ギリギリのところでも掴みます。結構ね、手伸ばしてギリギリのところだと掴みにくい場合多いですよね。これ息が続かないんで、空いてる状態なんですよ。なので、はーってやるとやれますね。で、これもまあね、さっきと同じようにこうやって、はってやって、ここからてやるとですね、空手なんかで使うやつなんですけど、基本これで、はって2回吐く癖がつけば、はってつかめるんで、結構横でも逃さない癖がつきます。ただ、手伸ばしてね、やるっていうのは基本的にこう手伸びてる状態で掴んでも、振り回される場合が結構多いんで、手掴んだらね、タックルのとこでも行きましたけど、これで体寄せて、相手の体に巻きついてですね、で、行く方がですね、後ろからこう巻きついた方が、で、あとどんどん締めていく。で、足絡ませる、倒すみたいな形でやった方が、相手を確実に、5メーター以内で仕留められることができるんで、ゲインされても5メーター。で、うまくすりゃ、そこから
リカバーっていけるんで、あくまでもまずはきっかけ作り。きっかけ作りは握るとこか。で、そのためには呼吸をはぁはっていうのができるようにね。で、はぁはってできれば、その分だけ横もいけます。あと結構ね、後ろに走ったりするときにね、こうやってこう、例えばフォワードがこう入ってるところから上がって、こう立ち上がってみちゃうと、もう間に合わないんで、絶対に。なので、立ち上がらないで、こうやって行ってるときに、目線はもう相手の行ってそうなとこ見て、あそこだなと思ったらそこにダッシュするっていう。で、その時も、見て、あ、いた、はっ、で、はっ、って吐く形ですね。で、こうやって見て、はっ、で、行けば、手が自然と動くんで。で、そしたらもう、惰性で、って言ったら、いけないかな。ダッシュで、全力で迎えると思うんで。なので、はっ、っていう形ですね。で、はっ、ってやったとき必ず吸ってください。はっ、はっ、はっ、口でね、はってやってそのまま口で吸ってもいいし、今みたいにはってやって鼻で吸ってもいいです。これは自分の得意な、一番そのパフォーマンスが上がる方法でやっていただければいいんですけど、必ず吐いたら吸う。で、吸ったら吐くっていうのはもう必ず吸ったら吐いちゃうんで、吐くことについてあまり意識しないで、ともかく、吸う方ですね。だから、はって吐いて、はって吸う。はっ、はっ、はっ、っていう形ですね。吐いたら吸う、吐いたら吸うっていうのを常にやってるとですね、結構いい流れになると思う。あと満員電車なんかはちょっと今はあれですけどね、結構こう押されたりもするんでね、本当は呼吸法の練習には結構いいんですけど、まあちょっとね、いろんなことがあると、例えば感染症流行ってたらそういったのはやらない方がいいですし、なので基本的にはもう一人でね、いる時にやると。あとベッドで寝てたりしますよね。で、仰向けになって寝てるとき、またはうつ伏せになって寝てるときに、吐いて吸って、吐いて吸ってっていう、それの繰り返しをちょっと何回かやってると、寝つきが良くなります。だいたい2、30回ね、やってるとですね、スーって寝れるようになります。それも一応体の中の呼吸を回してあげて、体の循環を良くしてあげれば、その分だけ、その分だけ良くなるっていうことですね。なので、そうやって、呼吸の方を作っていくということも大切になります。こういうふうな形でね、動きと呼吸というものを意識してですね、トレーニングされると、今以上のパフォーマンスが出てくると思います。それでは、頑張ってください。失礼します。